ばんは。こんばんは。皆さん、繋がってますかね。こんばんは。繋がってるかな。あ、来てますね。来てますね。それでは本日もワタプラナイト始まります。はい、本日のテーマはこちら。はい、この春注目色っぽトレンドメイク、資生堂ヘアメイクアップアーティストが伝授です。はい、イエーイ。ぜひ、ぜひ最後までご覧ください。はい、今日ご紹介するアイテムがいいなと思った方はぜひ商品をご購入前に必ずエントリーまして、本日ワタプラナイトを担当いたします資生堂パーソナルビューティーパートナーのエリカとサッキーと、そして資生堂ヘアメイクアップアーティストの松井玲です。よろしくお願いします。それでは早速、今回はこの春注目していただきたい色っぽトレンドメイクをご紹介していきます。はい、私は天の声としてコメントを読みますので、どしどし皆さんコメントをたくさんください。はい、はい、こちらコメントたくさん来てますね。 ありがとうございます。シシャモさんこんばんは。トロロさんこんばんは。ケイコさんもいつもありがとうございます。ありがとうございます。んんは、では早速、じゃあ私は天の声としてコメントを読んでいきたいと思いますので、はい、こちらで失礼します。さきちゃんはまた後ほど戻ってきてくれるので、はい、はい、お願いします。では、はい、今期はこの目から下の中心にボリュームを調整したメイクアップ表現がポイントになってきます。やっぱりみんな大好き小顔見えということで、あとは韓国だったりとか中国メイクの人気が続いてますよね。そう、メイクの、ね、力でね、小顔見えが叶ったら嬉しいですね。やっぱり嬉しいですよね。で、韓国メイクも中国メイクもどちらも人気で、共通点がありまして、それは丁寧に作り込むのが作り込むんですけども、いかにナチュラルに見えるかっていうところがポイントになってきます。はい、コメントで早速松井さん SNS 見てますよってコメントも来てます。嬉しい、嬉しい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、下目重心メイクとは、目より下のメイクにボリュームを出すことで、頬の余白だったり、また小顔見せと中顔面ですねを短く見せるメイクのことを言います。私は今すでにベースとあと眉は仕上げてありますので、残りをレイさんに実習していただきたいと思います。コメントでシシャモさん、エリカさん、お肌きれい、ありがとうございます。嬉しいです。はい、あと堂々さん、はい、メイク楽しみです、コメント来ております。ありがとうございます。ぜひ最後までご覧ください。はい、まずはですね、肌から説明していきますね。肌は立体感を出すハイライトをこの後乗せていくんですけども、そのハイライトを効果的に目立たせるためにセミマットなお肌に仕上げています。はい、セミマットなお肌に仕上げていただきました。はい、使用したアイテムご紹介していきます。使用したアイテムはこちらです。マキアージュドラマティックスキンセンサーベースネオラベンダー、税込み2970円です。こちらは最近リニューアルしたばかりの新しい下地となっております。はい、では次ファンデーションですね。ファンデーションはこちら、資生堂メイキャップシンクロスキンセルフリフレッシングファンデーション、税込み6600円です。私は130番のオパールを使用しております。はい、はい、ということで、はい、かなっぺさん、はい、早速ラベンダー購入しましたっていう、うん、ちーさんも下地買いました、ありがとうございます。はい、皆さん下地のコメントもたくさん来てるんですけど、早速レイさんってコメントも来てます。松井さんのコメントも結構来てるので、嬉しい、はい、すごい見ていただいててありがとうございます。やった、はい、やったはい、コメントで50代は無理でやめた、あ、50代は、このメイク似合いますかっていう、やめた方がいいですかっていうコメントも来てるんですけど、ぜひポイントだったりを押さえつつ取り入れていただくと年齢関係なくできるメイクかなと思いますので、うん、ぜひポイント確認、チェックしてみてください。ぜひご覧ください。はい、はい、眉はですね、目から下がポイントになってくるので、足りないところのみを描き足して眉マスカラで軽やかな仕上がりに仕上げています。シシャモさん、フナッシーさん、すごい、はい、シシャモさん最近そのファンで気になってます、ありがとうございます。こちらのファンデーションもご興味いただいてるんですね。あとフナッシーさんが新しいスキンセンサーベースの下地3色ご購入いただいてたみたいで、すごいですねすごいですぜひ悩みだったりにね、合わせて使い分けていただくといいかなと思います。はい、
はい、あとですねコメントで以前の下地と新しく発売された下地の違いは何ですかって来てるんですけど、こちらの下地ですね、あの以前のよりもさらに保湿効果だったりあと崩れにくさっていうのがパワーアップしているものになりますので、ぜひあの店頭だったりでねテスターだったりでご体感だったりしていただくといいかなと思います。ぜひ体感していただけると嬉しいです、はい、すごいおにぎりさん、えりかさん髪切りましたかってすごい気づいてくださって すごいありがとうございます。切りました、15センチぐらい、はい、でコメントで眉最近うまく描けず困ってますコメントも来てるので、早速じゃあ眉の、あ眉じゃないか、すいません失礼しました眉も仕上げてあるので、はいはい、じゃあまたアフターライブで描き方だったりもご紹介できたらなと思います、はい、ぜひアフターライブも来てください、はいはい、ではトレンドの下まぶたボリュームの目元から仕上げていきたいと思います、はい、使用していくアイテムをご紹介します。使用していくアイテムはこちらです。資生堂メイキャップポップパウダージェルアイシャドウ08番のスルスルトープと、同じくポップパウダージェルアイシャドウ11番のワクワクピンク、それぞれこちら税込み3080円のアイテムです。こちらもう本当に人気のワタプラナイトでも何回も出ているアイシャドウなんですが、うん、今回はこちらの2色を使っていきたいと思います。はい、では今回はこのアイカラー、くすみカラーと血色カラーとくすみカラーを使用して色気を与えていきたいと思います。はい、2色混ぜて使っていきます。はい、ではこちらの、ね、2色をブラシに取っていただいて、2色ミックスした状態で上まぶたから塗布していきますね。はい、早速コメントでかなみんさんお気に入りですって書いてあるんですけど、アイシャドウですかね。はい、すごく色のバリエーションが多いアイシャドウなので、いろいろな使い方ができますよね。ね、はい、ではこのまま下まぶたも同様にミックスしたカラーをのせていきます。でミックスした後にですね、先ほどのこのスルスルトープだけをまたブラシに取っていただいて、下まぶたに再度重ねていきます。上見てください。はい、コメントでピンクすごい使い方気になってましたというコメント来てるんですけど、重ね使いしていただくとよりこう色っぽさだったりとかツヤっていうのが増しますよね。そうですね、単色でももちろん可愛いお色なんですけども、ミックスしていただくとくすみピンクだったり、ちょっとブラウンがかったピンクだったりっていう、ミックスしても楽しめるカラーになってます。はい、こちらですねコメントアイメイクできてまして、混ぜるところが見てみたいですというコメントが来ております。です、じゃあ見せますね、はい、もう本当にワンタッチでこのブラシすごくついて色が塗布してくれるので、ポン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 ぐらいで十分ブラシについてくれます。ちょっと商品の画像のところにちょっと被っちゃってるんですかね。すいません、見ていきますね。ちょん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 でいきます。はい、ぜひミックスして使ってみてください。はい、あと色が可愛いですってコメントが来てたり、ちなみにこちらブラシはですね今回斜め筆で、資生堂メイキャップの斜め筆でつけてますよね。はい、そうです、はい、ふんわりと上まぶたと下まぶたにぼかし広げたいので、今回はこの斜め筆をチョイスさせていただきました。はい、ミックス新しいっていうコメント、おにぎりさんありがとうございます。こう使い方新しいですよね。はい、髪型もすごく色っぽくて素敵ですねってコメント来てます。嬉しい、はい、ありがとうございます。はい、はい、では続いてこちらですね、使っていくのはじゃん、はい、マキアージュドラマティックアイカラー SV841 ダイヤモンドシュガー、こちらは税込み990円のアイテムとなっています。はい、今まの先ほど使ったものと質感が違うちょっとラメ感の強いアイシャドウを使っていきたいと思います。はい、今回はですね、ゴールデンの質感の重たいようなラメではなくて、シルバーの軽やかなラメが今季のトレンドになっております。ではい、はい、あ、いいですよ。あ、すいません、ありがとうございます。コメントでですね、早速、はい、あの先ほどのアイシャドウ、こう下まぶたに思ったより広めに入れても大丈夫なんですねだったり、すごく涙袋可愛いっていうコメントも来てますね。あ、嬉しい、はい、嬉しい。これからもっと可愛くなるのでぜひ見てみてください。さらにね、このアクセントがプラスされて下まぶたがボリュームアップしていくんで、ぜひ見てください。じゃあこちらをこのブラシに取っていただいて、際の方に足していきます。スーッとで、だいたい黒目の終わりぐらいまでスッと引いてあげてください。見えますかね。 では反対側もいきます。 OK
コメントですごくピンクのアイシャドウチャレンジしてみようだったりとか、あとピンクの、あのアイシャドウ春っぽくて素敵な色ですねっていうコメントも来ております。じゃあ近くで見てもらいましょう。先ほどの2色の時と結構印象が違うんじゃないかなと思います。ここにキラキラが入りました、はい、シルバーのラメを下まぶたにのせることで潤んだ瞳のようなアクセントをプラスしています。はいはい、コメントでししゃもさんが、はい、刀具で買いましたってコメント来てますね。ありがとうございます。本当に使いやすいですよね、はい、すごいいろんな使い方ができるブラシなのでね、一本持ってると便利ですよね、うん、はい、こういうね細かいところにねちょうどいいですよね、うん、刀具では。僕あのこちら私プラスの方でもキラキラかわいいとかキラキラ目頭に細くですねとかと綺麗とか下まぶたにシルバーのラメいいねっていうコメントたくさん来て嬉しいです。ありがとうございます。あと40代でもこのキラキラ使用しても大丈夫ですかっていうコメント来てるんですけど、全然大丈夫ですよね。もちろんです。今回のように、下まぶたに細く入れたりとか上まぶたの上にポイントでのせるなど、さまざまな使い方ができますのでぜひ使ってみてください。あととろろさん、ラメ飛びはしませんかっていうコメントをいただいているんですけど、私は実際に使っていてあまりラメ飛びする感じはしないので、本当にこの黒目の上だったりとか涙袋だったりとかにも使いやすいアイシャドウかなと思います。はい、こちら、はい、春さん、いつか買いたいと思っていた刀筆でアイラインだけじゃないんですね。そうなんですよ、涙袋だったりとかにも細くラインを入れるのにとても使いやすいブラシなので、ぜひあのチャレンジしてみていただければと思います。はい、はい、こちらもですね、そのブラシがコメントであのブラシ紹介してほしいですとコメント来てたんですけど、資生堂メイキャップの刀筆、はい、をあの使ってラメを入れていきました、はい、先端がこのような形にちょっと先端がかかっているような、ね、はい、ブラシとなっております。はい、それではアイライン、はい、じゃあ続いてアイラインですね、はい、使っていくアイテムはこちらです。資生堂メイキャップマイクロライナーインク03のプラム、こちらは税込み3,850円のアイテムです。こちらも本当に細く繊細なラインを描くようにぴったりなアイライナーとなっております。はい、ではこちらアイシャドウと同系色の赤みブラウンでアイライナーを引いていきたいと思います、はい、まずは今回はですねアイラインもポイントになってくるんですけども、目尻と目頭のみにポイントで入れていきたいと思います。はい、じゃあやっていただいて、はい、まず目尻からですね、目尻からスーッと引いていただいて、で目尻の方は開けてもらってやや下げ気味で引くところがポイントになってきます。目だりに引いていただいてスーッと少し下降気味にまっすぐと下ろしてあげてください。でポイントはですね、この間を抜くのでここがプツンと切れないように引いてあげるように意識してあげてください。で、またこの隙間をね、結構皆さん埋めたくなると思うんですけども、ここですね、ちっちゃい隙間。ここを埋めちゃうと、結構ね、こう、お目目が小さく見えてしまったりとかしてしまうので、開けることで抜け感も表現できるので、ぜひそちらの方も意識して描いてみてください。で、そのまま、目頭の方に移っていきたいと思います。ちゃんのりさん、埋めちゃダメなんだっていうコメントが来ております。そうなんですよ、はい、コメントでですね、こちらプラム持ってますっていうコメントだったり、あと先ほどの涙袋ですね、あの涙袋知らなかったんですけど可愛いですねっていうコメントも来ております。ありがとうございます。はい、アイライナー引くと全然雰囲気変わりますよね。一気にガラッと変わりますよね、うん、はい、すごくプラムが肌なじみのいい色なので、すごくこう色っぽいメイクにはぴったりなお色ですよね。そうなんですよ、こういうね、やっぱり目元のアイカラーと色を合わせるっていうのはとってもね統一感が出ておすすめのメイキャップになってきます。はい、コメントでもあの下にアイライナーをちょっと下げて引く引き方はやったことなかっただったり、あとは綺麗、アイライナーすごく綺麗ですっていうコメントも来ております。ありがとうございます、うん、はい、あとアイラインは下には引かないんですねとコメント来てるんですけど、今回は
ちょっと下には引かないやり方 で、ね、今回は下にはこの、ね、キラキラがポイントで入ってますので、上の目頭と目尻にポイントでアイラインを引いています。あとレイさん、この質問でちゃんのりさんから、はい、奥二重は目頭引かない方がいいですかと来ております。うんうん、いやそんなことないですよ。奥二重さんも目頭の本当内側だけでもちょんと入れてあげるだけで、この、ね、そうです、抜け感も出ますし、 目力もね出るので、ぜひトライしてみてください。印象が変わりますね。あと先ほどあのレイさんがちょっと目尻ぼかしていたブラシなんですけど、はいはい、こちらは屋根はけですかね。そうですね、屋根はけで、はい、アイラインなど細かい、ね、ラインをねなじますのにとってもぴったりです。眉毛とかの時も使えるんですけど、僕は結構このアイラインの最後尻尾をスッと一回なじませるのが絶対するので、これ絶対使ってます。はい、とっても便利なマルチブラシですよね。はい、はいはい、ぜひ気になる方はチェックしてみていただければと思います。はい、はい、ではこう今のようにアイラインをやや下げ気味で引くことによって、頬のねこの長さも短く見せて小顔効果を演出しています。はい、顔が小さく見えましたか、どうですか皆さん。はい、では続いてマスカラに行きたいと思います。はい、使っていくアイテムはこちらです。マキアージュドラマティックエッセンスマスカラ BK の990リアルブラック、こちら税込み3080円のアイテムです。私はですね、事前にもうビューラーを使ってまつげを上げていく、上げているので、そのままつけていきたいと思います。はい、ごく繊細なまつげを作れるマスカラとなっております。はい、マスカラはですね、しっかりと根元からまつげ一本一本をね際立たせるように丁寧にセパレートするように塗ってあげてください。はい、こちらですね、先ほどのアイライナーの方でコメントが来てたんですけども、うん、こちらは羽アイライナーとっても綺麗に入ってるんですけど、跳ね上げない方がいいですかってコメントが来てました。もちろんね、跳ね上げもすごく可愛いんですけども、今回はこう中心をね下に下げるためにアイラインをやや下げ気味に引いて下まぶたのボリュームを出しています。あとこちらですね、あの私プラスの方で結構外までアイライナー引くんですねってコメント来てたんですけど、まあ目幅だったり考えていただいて引いて調整していただくといいですかね、アイライナーとかは。あとポイントなんですけども、こう目尻をやや下げて引く時のポイント、多分どこまで長さを出したらいいのかなって迷う方が多いと思うんですよ。その場合はこの目頭と水平線上の同じ位置に下ろしてあげるといった考え方でやっていただくとバランスよく引けるかなと思います。水平ってことですね。そう、はい、で続いてマスカラでですねコメント来てまして、すごく華やかになったっていうコメントも来てますね。はい、ちょっと近くで見せていきますね。はい、すごくこうツヤのあるマスカラなのでまつげが綺麗に見えますよね。一本一本本当に繊細なまつげを演出することができるマスカラとなっております。はい、シャモさん、ブラウンかと思ったらブラックなんですねというコメントが来ております。今回はブラックのマスカラを使っております。はい、あとですねマスカラなんですけど、下まつげにたくさんつけるために、あ、下まつげなんで先につけたんですかっていうコメントが来ております。ですね、僕の場合なんですけども、上まつげ先につけた後下まつげつけるときってちょっと上目線になるじゃないですか。その時にここのマスカラが乾いてないのがここによくつくことないですか皆さん。うん、ありますね。それを防ぐために先に下につけてから上を気にせずつけてます、しっかりと。すごいあのヘアメイクアップアーティストの松井さんならではのテクじゃないですかね今の。皆さん上から、私も上から塗りがちだったので、うん、今回すごい勉強になりました。はい、あとは浜さんからですねコメント、マスカラ買いましたっていうコメント来てます。嬉しいですね、ありがとうございます。ぜひ愛用してください。はい、はい、では続いてですねこちらです。はい、チークですね。こちら使用していくアイテムは資生堂メイキャップインナーグローチークパウダー、こちら10番のメデューサピンク、税込み4400円となっております。こちら結構ハイライトとして使われている方も多いんですが、今回はチークとしてちょっと広範囲につけていきたいと思います。はい、ではこの春はねブラシを使って頬の中央ですね、頬の中央、まあ黒目の下ぐらいと思っていただければいいですかね、から横広に
ぼかし広げていきたいと思います。でこちらですね、ハイライト効果のあるチークなので、広範囲にのせて繊細なね立体感をこう与えていきたいと思います。とろろさん使ってますということでありがとうございます。あと先ほどですねのマスカラで、マスカラはどれぐらいで使い切った方がいいですかということだったんですけど、結構まあ使う頻度にもよったりするので、いつ使い切るかっていうのはちょっとあれなんですけど、まあ、大体毎日使って1ヶ月半ぐらいで、そうですね、2ヶ月ぐらいでなくなるかなと思うので、あの目安として参考にしていただけると嬉しいです。ひさもさんすごいツヤ出たとのコメントありがとうございます。ツヤツヤになったかなと。そうですね、なんか色味は淡いピンクなんで、すごくね広範囲に広げても心配なく、このようなニュアンスツヤも出しながら、血色感も演出できるかなと思います。本当に内側からにじみ出るようなツヤ感が出てますよね。はい、画面越しで皆さんに伝わりますでしょうか。あとですね、すみません、チークはこちら何を使いましたかというコメントが来ております。こちらですね、資生堂メイキャップのインナーグローチークパウダー10番のメデューサピンクを使って今回は仕上げております。ハイライト効果もあり、血色感もほんのりと出せるようなカラーになってます。はい、あ、すごいチーク見逃しました。何番ですか、すごいチークの、あのコメントがたくさん来てますけど、こちら、資生堂メイキャップのですね10番のメデューサピンクを使っております。はい、あと先ほどですね松井さん、あのマスカラの下まつげからつけるテクですね、はい、のコメントもすごい目から鱗だったり、明日の朝は下からマスカラしてみますっていうコメントも来てます。嬉しい、はい、ぜひ参考にしてください。石山さん、リップって何使ってますかってコメントが来てるんですけど、リップはまだ何もつけてないのでこれからつけていきます。はい、はい、ではですね、チークを塗ったんですけども、さらにここからね輝度の高いツヤを部分的にプラスしていきたいと思います。はい、使っていくアイテムはこちら、マキアージュドラマティックハイライター税込み1980円です。はい、こちらですねチューブのハイライトとなっているので、本当に持ち運びだったりとかお直しの時にもぴったりなアイテムとなっております。すごい、こちらコメントで春らしくなってきましたねっていうコメントが来ております。嬉しい、伝わってる、嬉しい、はい、よかったです。どんどん色っぽくなってますね。はい、ではね、こちらをこの目と目の間の鼻コンブですね、こちらと鼻先ちょんちょんちょんと、そして顎先ですね、ポンポンポンと、この縦のラインにポイントで先のせたツヤがベースをねしっかりとセミマットに仕上げたおかげで際立ってきたかなと思います。どうでしょうか。あのししゃもさんのコメントで、買ったけど使い方が分からなかったハイライトってコメント来てました。ぜひぜひこの使い方でやってみてください。はい、まさにぴったりなね、本当にぜひこのように使ってみてください。はい、ぜひ使ってみてください。ちなみにこちらの、ハイライトはパウダーで入れても大丈夫ですかね。ハイライトはそうですね、もちろんです、パウダーでも綺麗なツヤが出るもので入れてみてください。とカナッペさんもハイライター購入したけど購入したものの使い方がいまいち分からず眠っていますとのことだったので、ぜひ今のこの使い方で使ってみていただければと思います。あとですね、こちらなるさんですね、コメントが来てまして、ハイライター、アイシャドウのベースとして使用はどうですかってコメント来てるんですけど、そうですね、使えないことはないんですけど、一応ハイライトとしてのものになってるので、ちょっとよれとかは防止しづらいかなと思うので、ハイライトとして使っていただくのがおすすめかなと思います。本当にちょっとポイントポイントでハイライト使っていただくとすごく綺麗だと思うので、ぜひあのそのような形で使っていただければと思います。あとエリカさんから、そちらのハイライトはパウダーファンデーションの後で大丈夫ですかっていうコメントが来ております。こちらパウダーした後でも問題なくお使いいただけますよね。はい、大丈夫です、はい、ぜひあの入学式の参考にしますっていうすごいあの春ならではのコメントですよね。はい、これからねあの人に会う機会も多くなると思いますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、はい、ではですね、続いてリップに行きましょうかね。はい、リップ使っていくアイテムはこちらです。はい、マキアージュドラマティックリップカラー BR733 マロンムース税込み990円のアイテムです。
はい、先ほどのですねご紹介した、はい、シェードメイキャップのインナーグロチックパウダーの10番のメデューサピンクが今ちょっと私プラスの方で、品切れしてしまっているみたいなので、うん、本当に大変申し訳ございません。またね入荷があり次第ご購入できると思いますので、ぜひちょっと私プラスのサイトを見てみてください。ちょっとこまめにチェックしていただけるといいかなと思います。ちょっと人気商品なのでね。はい、ではこちらですね、肌なじみのいいブラウンリップなんですけども、まずそちらを唇全体にのせていきたいと思います。はい、コメントでもマロンムースいい色ですよね、大好きですってコメント来てます。あ、嬉しい、はい、この色本当にね肌なじみがいいので、これからねこれをオーバーリップにしていきたいのでこの色を選ばさせていただいたんですけども、まず全体に塗布した後ですね、口角から山に登っていくときにサッサッサーっとなじませながら 1,2 ミリほどですねオーバーになじませていくと、とても自然にナチュラルにオーバーリップが叶います。じゃあ反対側もやっていきたいと思います。ちなみにレイさん、先ほどのハイライトのところで、うん、質問がコメント来てまして、もともと鼻が高い方はあまり鼻先とかにハイライト入れない方がいいですかっていうコメントが来てます。そう、すごく鼻を高く見せたいっていうよりかはポイントでねこうツヤを効かして肌のきらめきさを見せているっていうところもあるので、全然そこは気にせずつけていただいていいかなと思います。はい、ありがとうございます。ちなみに今回ブラシ半円筆でつけていただいてるんですけど、こちらは普通のリップブラシでもつけることは可能ですか？はい、もちろんです。普通のリップブラシだったり指でポンポンポンとなじませながら広げていただいて、ありがとうございます。だからリップ秋も合うんですねというコメントが来ております。春にも使っていただきやすい、本当にオールシーズン使えるようなお色味だと思うので、ぜひ春も使っていただければと思います。はい、こちらですねコメントでベースですかね、マスクよれしないためにはどうしたらいいですかってコメント来てるんですけど、何かレイさんテクニックだったりありますか？ベース、お肌のベースですか？はい、あ、そうですね、よれってすごい皆さん気になると思うんですけども、やっぱりね下地をねしっかりと使って下地とファンデーションの組み合わせって本当に大事なので、そちらのステップを忘れずに下地をつけてファンデーションをつけて、で最後にパウダーを気になるところだけでもいいんですけどものせていただくと、やっぱり持ちは大きく変わってくると思います。はい、ありがとうございます。あとはリップですね、すごくオーバーリップかわいいだったり美しいってコメントもたくさん来てます。嬉しいです、ありがとうございます。本当にこう色っぽさが増すようなぷっくりとした唇の仕上がりになりますよね、うん、オーバーリップだと本当に普段と全然印象が変わるので、ぜひ皆さんもチャレンジしていただければと思います。オーバーリップのポイントなんですけども、口角のところですね、こちらはあまり幅を出しすぎない方がおすすめです。ちょっとだらしなく見えてしまったりする場合もあるので、口角はきちんと締めてこの下唇のところを幅を出してあげてください。ちなみにレイさん、今ポイントをご紹介していただいたんですけど、もともと唇が結構こう大きい方だったりとか、はい、厚い方だったりはどんな風につけるといいですか？でしたらご自身の輪郭のまま描いていただいて、口角のみきちんとラインを出してあげればいいかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、すごくやっぱり全体的な仕上がりのコメントがたくさん来ていて、綺麗だ、綺麗だったり、あとは全体的にナチュラルなのに華やかで綺麗ですってコメントが来てます。嬉しい、狙ってた通りです。その通りですね、はい、その通りでしたね。パッと見はねすごくナチュラルに見えるんですけども、こうやっていろんなポイントを押さえてしっかりとトレンドを取り入れるっていう形になってます。はい、はい、で先ほどこのブラウンリップが、春でも大丈夫ですかっていう質問があったんですけども、一色で終わらないんです。実はもう一色使っていくんです。はい、はい、使っていくアイテムはこちら、マキアージュドラマティックリップカラー RD432 ストロベリージュレ、こちらも税込み990円のアイテムです。こちらを重ねて使っていきたいと思います、はい、ではこちらをですね、
中央のみに重ねていきたいと思います。そうすることによって血色感と唇にも立体感を演出してほんのりとね色気をプラスしていきたいと思います。はい、こちらですね、コメントで下地はマキアージュの新しく出たものですかってコメント来てるんですけど、そうですね、新しく2月の21日に発売になったスキンセンサーベースネオのこちらはラベンダーを今回は使用しております。はい、あとですね、オーバーリップなのに品があって素敵ですってコメントも来ております。嬉しい、ありがとうございます。こちら私プラスの方でサーヨーさん、朝リップブラシではつけられませんというコメントが来ているんですけど、そのそれちょっと忙しい時なんかは指で使っていただいても全然大丈夫かなと思うので、あの夕方だったりとかちょっとお直しの時とか時間が取れる時にぜひリップブラシなど使っていただければと思います、うん、はい、はい、あとちえさん、なんか色味が全然違うリップですけど馴染みますねっていうコメントが来ております。結構ね馴染みがいい色を使ってますので、まず外側にブラウンを置いたポイントとしましては肌と溶け込んで違和感なく浮かないようにお色を選ばせていただきました。そして中央はしっかりとね血色感を効かしたいのでこちらのお色をねチョイスさせていただきました。ちなみにですね、こちらまたお肌でベースメイクですね、すごくやっぱツヤ上がって綺麗というコメント来てるんですけど、はい、お粉は使ってますかっていうコメントが来ております。はい、ファンデーションの後に、パウダーブランド資生堂の、マットの方ですね、はい、ルースパウダーのマットの方、はいはい、をちょっとテカりやすいところに重ねていただきました。はい、はい、あとトロロさん、口紅ですね、これはティッシュオフはしないですかというコメントが来ているんですが、今回ティッシュオフはしません、このままつけていきます。はい、あとですねコメントが、マスクしていてもリップ口紅は欠かせませんねってコメント来てますね。はい、やっぱりあの3月からマスクが外れたりっていうのもあったりするので、やっぱりリップだったりはポイントで置いていただくといいかなと思います。あとですね、もう一つアイライナーをもう一度近くで見たいですというようなコメントが来ております。はい、そうですね、今回はちょっとポイントを置きつつちょっとこう下に下がり気味に引くのがポイントなんですよね、レイさん。はい、そうです。はい、目尻は少し下げ右で、黒目の上ですねは、抜いて仕上げています。結構皆さんこうアイライナーだとこうまぶた全体に多分引く方多いと思うんですが、今回はまぶたの中央はちょっとこう抜けた感じで引いてあげることがポイントですよね。はい、そうです、抜け感を、抜け感を意識、はいはい、あとですね、あのコメント立体感がすごくお顔ありますっていうのと、あとですね、目と眉が離れがちなのですが近く見せるためにはアイシャドウをアイホール全体にのせるといいですか、またあとは何色がいいですかっていうコメントが来ております。そうですね、こちらの幅が気になる方でしたらベージュ系の、アイシャドウをですねまずベースとして全体に広げていただいて、そうですね、あのこの辺りで止めないでもう眉毛の上までスーッとなじませてあげてください。そしてその後に締め色をのせていくと本当にねここの間が縮まったのかなって思うような錯覚になるのでチャレンジしてみてください。ベージュがおすすめなんですね。うん、はい、はい、あとですねベースのコメントの方でこちらですね、リキッドファンデーションつけた後にパウダーは必須ですかってコメントが来ております。僕はですね、そうですね、ツヤ肌に仕上げたい時はお粉のせない時もありますし、本当に小鼻だったりアイメイクをのせるところのみパウダーをのせたり、その本当に自分が仕上げたい肌だったり自分の肌のコンディションによって変えてみたりもします。はい、あとですね、時間が経つとアイラインが下まぶたについてしまいますっていうコメント来てるんですけど、何かこちらあのテクニックだったりとかってありますかね。そうですね、ルースパウダーを細かめのブラシにつけていただいて、まあ、しっかりと下まぶたにのせてあげる、もしくは、上のまぶたですね、アイラインを引く前にそれこそ細めのブラシでまつげの間までしっかりとパウダーをのせてあげると、実はその辺にねこう油分だったり残っていることがあるので、そちらもしっかりとオフしてからアイライン引くとよりにくくなったりします。おしろいが必須ということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、
とふなっしーさん、マキアージュのアイカラーベースを使っても大丈夫ですかというコメントが来ておりますが、アイシャドウベースもちろん使っていただいても全然大丈夫です。よりアイシャドウの持ちが良くなると思います。はい、はい、おにぎりさん、このメイク可愛すぎるっていう嬉しいコメントが、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、色っぽさが増してますよね。ありがとうございます。はい、それではこちらで仕上がりですね。はい、はい、トレンドメイクの完成です。はい、はい、仕上がりをちょっと近くで皆さんに見ていただくために少し寄りますね。はい、こちら見えております。あのチーク欲しいですって買いますってコメントも来てましたね。ありがとうございます。ぜひ皆様も取り入れてみていただければと思います。そしてここで皆様お待ちかねじゃないでしょうか、こちらですね。ライブ配信を見ていただいている皆様に商品をお得に購入できるこちらクーポンのご案内です。ライブ配信日から1週間以内にエントリーかつ商品をご購入いただくと次回使える500円クーポンをプレゼントという流れになっております。クーポンゲットのためには商品のお買い上げの前にエントリーをいただくことが必須条件となりますので、ぜひお忘れないようにご注意ください。エントリーの方法についてはこちらの QR コードを読み込んでいただくか、またはコメント欄にあるエントリー URL をタップしてエントリーをしてください。なお、インスタグラムとツイッターからまたこちらご視聴いただいている場合はワタプラナイトと検索していただいて、コメント欄にある URL からエントリーをしてください。はい、皆さんこちらエントリーは大丈夫そうですか。はい、では一度下げますね。それではここでですね、あのさきちゃんに戻ってきてもらおうと思いますので、さきちゃん戻ってきてください。はい、先ほどあのコメントでレイさんヘアスタイルが違う、別人みたい、髪の毛で見ましたねってコメントすごい覚えてくれてる、はい、コロコロ変わるんです。はい、そうですね、ここで質問コメントでもたくさん来ていた、うん、今回のエリカちゃんの眉ですね、はい、についてあのレイさんによかったらポイントだったりとかを教えていただきたいなと思います。はい、はい、そうですね、今回はこのポイントが目から下と何度もお伝えしたんですけども、眉の存在を弱めたかったんですよ。なので眉はね本当に軽やかに仕上げています。はい、眉気になりますよね皆さん、眉本当すごくいつもコメントくれて嬉しいな。すごく形だったりとか描き方だったりでも雰囲気が変わるので、はい、ぜひ教えてください。はい、では僕は、まず最初に本当にここに毛が足りないなって思うとこだけです。そこだけをこのようなペンシル、こちらですね、ブローインクトリオ、資生堂メイキャップのブローインクトリオを使って一本一本そこだけを描き出しました。本当に全部を描こうと思わないで、自分の眉の中でここは足りないなっていうところだけを描き足した後に、眉マスカラで、結構ね眉がねしっかりと生えていらっしゃったので、うん、ちょっと存在を弱めたくて、眉マスカラのトープ、資生堂メイキャップの眉マスカラの01番のトープを使って、眉全体になじませてから、スクリューブラシですね、この後ろについてるスクリューブラシでふわ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 ってなじませて、ちょっと毛並み感を立たせながら整えました。すごくあのアイブロウ、マスカラ、うん、もうすごくなんかこうちっちゃくてもみの木みたいな形してるので、うん、すごく毛一本一本に絡まってすごく綺麗に立ち上がりもいいですよね。そう、あのアイブロウトリオ、ブローインク、ブローインクちゃう、ねてっけどう忘れてセーラーメイキャップ、ブローインクトリオ、アイブロウ、アイブロウマスカラインク。すいません、急遽お伝えしてる。急遽お伝えしてる。そちらね、すごくふんわりとした眉に仕上がるので、こういうちょっと柔らかい眉にしたいなっていう時とか僕はよく使ってます。結構私眉もともとが結構しっかりしてて黒っぽいので、マスカラはすごく。たくさんつけていただいたかなって思います。はい、はい、なんかこう簡単に描く眉のコツとか何かありますか、松井さん。まあよく言うのは苦手な方から描く、で苦手な方にもう片方を合わせちゃうっていうのが、なんか無理になんか頑張ってわからんってなるよりかはそっちの方がね気楽にねさーっと描けると思います。
確かに好きな眉の形だったりとかで合わせるのもいいですよね、うん、はい、はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、アフターライブとかでも詳しく書き方だったりとかもお伝えしていければなと思うので、気になる方はぜひアフターライブにも遊びに来てください。はい、はい、ではではですね、ではでは、はい、こちらで、はい、はい、では最後にさらっとおさらいしちゃいます。はい、はい、まず肌ですね。肌はハイライトを効果的に見せるためにソフトマットに仕上げています。続いて眉、目から下にポイントを持ってくるため軽めの仕上がり。 そして目元ですね。下まぶたを強調しアイラインをやや下げ気味に引くことで頬の長さを短く見せて小顔効果を演出です。はい、続いてチーク。チークは広範囲に広げ色気と甘さをプラス。で最後にリップ、オーバーリップにすることで色気を感じさせながらも重心がぐっと下がって見えます。はい、はい、でですね、こちらですね、はい、自分には何がいいのと迷った方にはこちらのオンラインビューティーがおすすめです。現在ですね、オンラインビューティーのビデオでビューティーではマキアージュとエリクシールホワイトのサンプリングコースがスタートしています。マキアージュはドラマティックスキンセンサーベースのネオの進化ポイントをご紹介するとともに1回分のサンプルとお好みの仕上がりに合わせたファンデーションサンプルをセットでご郵送します。さらにですね、エリクシールホワイトは新化粧水乳液の進化ポイントや効果的な使い方などとともに使い方をご紹介するとともに1日分のサンプルをご郵送します。こちらですね、サンプルはなくなり次第終了となりますので早めにビデオでビューティーでカウンセリング予約してみてくださいね。ぜひ皆さん QR コードを読み込んでくださいね。はい、はい、そして私たちは SNS アカウントも行っております。はい、こちら私のエリカのアカウントとさきちゃんのアカウントです。ぜひこちらのフォローもお願いします。ハッシュタグ資生堂ビューティージャーニーで検索していただきますと個性豊かなメンバーの投稿も見られますのでぜひそちらもチェックしてください。はい、そしてですね、なんとレイさんも SNS アカウントをやっております。合わせて YouTube もやっていますのでぜひこちらのフォローもお願いします。はい、早速ですね、はい、あのレイさんにコメントでなんか手の見せ方が綺麗ですね、うん、メイクの時ですかね。すごくなんか細かいところまで手技が見ていただいててありがとうございます。ありがとうございます。はい、レイさん手も綺麗なのでね、はいはい、ぜひ見てください。ぜひぜひ見てください。あのインスタグラムとかにもたくさん載っているので、はい、ぜひ見てみてください。ぜひ見ていただければと思います。はい、います。はい、そしてこの後ですね、20時50分ぐらいからエリカ私のアカウントでアフターライブを行います。ライブ中に拾いきれなかった質問だったりとかと眉の描き方だったりとかのものにお答えしていきますのでぜひこちらにも遊びに来ていただければ嬉しいです。はい、ぜひお待ちしてます。はい、はい、そしてですね、こちら次回のライブですね、3月の7日20時から季節の変わり目は要注意、これって時々敏感肌というテーマでライブ配信をいたしますので次回もぜひお楽しみにしてください。ぜひ次回のライブもご覧いただきたいと思います。はい、はい、それではですね、また次回のワタプラナイドでお会いしましょう。ありがとうございました。エントリー忘れずにしてくださいね。はい、はい、また最後に出します。こちらアフターライブもあるのでレイさんも来るので皆さんぜひメイクのコメントだったりしてください。はい、ぜひお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。エントリー忘れずに。